こんにちは。こんにちは。今回は芝生完成記念で、おいし、やめろ、まる、ピクニックします。はい、自宅ピクニック、いけまる。天気いいね。天気いい。てか芝これ作ってる時、防草シートの時ぐらいから言ってたけど、うん、ここがね気持ちよすぎる。気持ち、寝たい、うん、そうで、なんかここで昼飯食べたいなっていう話にもなってて、はい、今日はここでピクニックします。はい、まる、まる行くよ、まる。あ、そこ空いてるということで今日は、はい、サンドイッチとおにぎりとキャラ揚げを作ってここでピクニックします。はい、よし、キッチン行きましょう。はい、さあ作ろうかね。うん、ということで、はい、作っていきます。はい、はい、じゃあ私、はい、とりあえずパンが時間かかりそうだから、卵サンド、はいはい、あれを作っていきます。はい、じゃあ僕はツナマヨ明太麺を作っちゃいますか。明太おにぎり用にいっぱい残しとってね。ツナマヨ明太って聞いたことないけど、うまい、うまいっけ。うまい。ツナマヨにしとくじゃん。あ、ツナ、うん、あ、でもいいよ。あ、結構明太とかあるの。いいよいいよ、明太使って。ただおにぎり用にも残しとってね。おにぎり大事よね、明太。おにぎりは大事。一番多分これも美味しいね、鮭。あ、鮭フレークですね。それもマヨやろ。何年間でもマヨ入れてる。記念パーチーや。そうね、あんな大仕事を終えかけんね。20日間一時に普通やった。でも天むすうまいもんね。ただ面倒くささが多いわかったけど、やっぱそれでも食いたいと木村が言うけ。木村のせいやな。俺がなんか悪いもん。あー、行ってこれ。今気づいた。あ、そう。じゃあ天むすの準備しまーす。あ、もうやら。いやー、ビワピクニックいいね。まずさ、今週末さ、家キャンプしようよ。久しぶりのみたいな。あー、天気がね。ほんとはカフカ来た。なんこれ、怪奇現象来たぞ。下が濡れとっけんやろうね。動いた。あ、分かった。こっちから水もじゃんじゃん入るよ。解決したね。ツナとマヨ、ブリブリ。ブリブリ。これは、どっちも使える。どっちも使えるね。ツナマヨもさ、意外に美味しいんだよね。うまいね。わかる。コンビニのツナマヨ、美味しいよね。はい、はい、な。タレントフィッシングカップの時来た時がめっちゃ良かった。そうそうそう、俺もそれで。それ混ぜると混ぜ、混ぜんでいい。あ、でも任せるよ、キムが食べたいの。2種類作ろうか。あ、うん、あ、そうね、そうね。いや、怒られる。混ぜるぞ。混ぜるんだ。いや、初めて見た。はやっぱ心が狭かけんさ。気をつけんといかん。そういうこと。気をつけんといかんやね、さ。ギスギスするけん、怒られる。まあまあ、興味ないけどね。あ、あ、逃げた。なんか向き合おう。俺ちょっと呆れ顔してるね。ちょっと待って。もう聞いたことを忘れてない。はい、粗挽きでいいですね。粗挽きで。うんうん、多分いいと思う。卵サンドのやつ。卵サンドのやつ。あとマヨネーズ。うん、マヨネーズは今ちょこっと入れた。卵サンド飯、あの、あ、向こうのテーブルでビーってやってきてくれたら。オーケー。この二人大丈夫かな。仲悪いけどね。危なかけ大丈夫、カメラ止まったらもう。あっちまち。そし、結局あれ。カヨさん、早く向こうで作ろうぜ。おい。はい、サンドイッチ飯。何個かとか言われてもさ、分からんもんね。全部塗りましょう。行こう、すいません。うぅ、食いそう。でっかい雲が降ったと思ったら、トマトのヘタやった。このヘタレがこれですね。はい、これ、はいはい、マヨネーズと焼き鳥で、はい、入れるんですか、これ。照り焼きマヨ。照り焼きマヨ。はい、あ、スイちゃん、はい。マリモちゃん。もう、ちょっと縫いよ、もう。あれ、意外と薄いの。旗見て、はい。マリモちゃんがもう王座で見下ろす、みんなのこと。はい、働け。働けって、お前もご飯食べたいね。シーチキンもあるよ。シーチキン。マリモ。
りあんまり。ちょっと戻しようも。具のついたところがもう具ついとるよ。わー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 言わんで。塩はちゃんと手にかけた。かけてない。かけてない。塩もやる。塩味が美味しいっていうの。そうそうそう。あ、塩かけてからもう混ぜとく。そうだか。それは早なか。早かけどなんか違うね。塊そのうち作る。こっちロシアン、ロシアンおにぎり。手袋にひっつかけね。よかけ早せんか。おーらいじゃん、なんかうろうろ、うろうろばっか。違うよ、俺、いろんなおろし、一番、お前うろうろ。あーえいやーまーるー違う、一番フォロー、これ一番重要で、なかなか普通の人にできないことをしたんだよ。みんな、全員を見て、こう、手をかけ、はい、オッケーさ。やってますか全員を見て、全員に必要なものをこう、配って、割り寄ってるね。配り。卵うまいと思うけどな、ちょっとチーズ。あ、この辺もう卵取っちゃったね。あ、大丈夫です。チーズ。天むすやけど天むす海苔で挟むよ。そういうこと爆弾みたいななんかね中澤くんやずっとおにぎり作ってポイって乗せて包むね。あ、そういうこと。海苔ちゃうね、趣味が。ヒット出した方が良かったかなと思って頑張って頑張って整形しよったパパパパパパッ。オッケー。アメリカサンドイッチはですね、まとめて決めたいですよ。出た効率考えて、誰かが切ってくれると思ってたんです。サンドイッチ三角がいいかな。でも三角難しいもんな。三角がいいよ、そうね。ね、三角がいいよ。まっすぐ切ってちょっとこれ邪魔さ。もう一個持ってこよう。その容器があったんですね。ティッシュ取ってください。目の前にあるじゃないですか。てめえの目の前にあるんだよ。真実。あ、今のが真実。いつもの児玉さんね。カメラ止める。ちょっと止める。カメラは止めるんだ。え、カメラっていうか、まず止めたんですかね。カットしてあったんやろ、うん、あ、なるほど。いやいや、それがあ、うん、そっかそっか、そういうことか。止めたんじゃなくて、うん、ちょっと待ってって言っただけなのか、はい、ピッてカットされただけ。あ、ちょっと待ってって 、はい、言ったんだ、はい、はい、ちょっと待ってそのちょっと待ってが、ちょっと待ってに、うん、ちょっと待たせて、うん、あの、その後の話し合いがそういうことね、ちょっと待ってカメラ止めるよ話し合いちょっとやろうはい、サンドイッチも終わりですね。はい、おにぎりはどうですか。完成でーす。お、じゃん。やっ、まだ余っとるけど。ご飯はもうなくなった。そう、なくなった。意外に少なかったね。よし、じゃあ外行きましょう。はい、外から受け取ろうかな。オッケー。さあ、続々と運ばれております。はい、あー気持ちいい。日陰がちょうどいいかな。ビール飲むの。ビール飲まんで、俺もレモン飲まんで。最低や。もう言わんない。わかったわかったわかった。あー、ちょっと待ってください。こう、ブーンって出してやるの、マジで。それでは、はい、庭ピクニック完成記念を込めまして、はいはい、乾杯の、温度とさせていただきます。はいはいはい、乾杯。乾杯。いいです。よし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 よまあ、でも食べんこれ、うん、食べんやろ。ちょっと濃すぎやろ。ちょっと肌見てやって、うん、明太子丸ごと入っとけ。ハマっとったけんね。寿司うまい。寿司やん、まる。
うまっ、うん、うまいな、うまっ、あ、うまっ、うん、さあ、熱いので伊藤です。はい、熱すぎた。すぐちょっと、分かった、俺ここに黙ったら、ここに椅子ができる。やったこっち行ったらちょっと寒いかな。いや、ちょうどいい、ちょうどいい。じゃあ、サンドウィッチ食べようかな。うん、そうや、ここやったら僕、普通に入ってこんで。サンドウィッチ食べようかな。ちょっと寒かねえ、ひんやり。どうやった特製って言われた。特製、じゃあ、ハムサンドいただきます。あ、チーズ入り。さっき言ってたのに、はい、チーズこれツナマヨ。からしのもうベラ出てきた。だってからし、卵サンド持ってるから卵サンドもからしですって言う。うん、まっ、カラシの辛さ大丈夫。カラシちゃんの負け、トクちゃんの負け。それトクちゃんがいっぱい入れたやつや、うん、あいっぱい入れたやん。じゃあトクちゃん食べてみる。うん、全然いける。何の話か、なんか印みたいなのって言いますよ。何の話。うん、だいぶ、うん、だいぶ、だいぶ、うん、私は見て。じゃあうまい。あんなにジメジメして、うん、暗かった、うん、そう、裏庭が。あとこれね、丸を今日朝初めて話してみたっちゃ気狂ったように遊びでた。多分強化したペットチャンネルに上がるんで見てください。気狂ったように遊べると、マジでね、すごかったね。馬が走る、馬が走るって、パカラパカラって言ったもんね。パカラパカラって言うんだ。すっごい勢いで走るよ。ドッグランとして経営できるんじゃないですか。ほんとほんと。だけど奥もちゃんともう仕切り作って、丸をいつでも話せるようにしようかなと思うけど、なんかうんこしそうやったもんね。一回うんこしそうなポーズ取ったっちゃ、あいつ。あ、でも取って洗えば大丈夫やけど。あ、気持ちいい、つってこれ止めちゃう。さ、ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。